13日です、今日話すのは12日、昨日はオフでした。で、昨日は、こっちのスペインの、まあ、友達が出たんだけど、友達一緒に、なんか昨日祝日で、こっちが、スペインがなんか、国の祝日で、全員が休みで、もともと練習もなかったからオフだったんだけど、でそれでこっちの友達一緒に、遊びに、いろいろなんかフェスティバルみたいな、カーニバルみたいなのあって、それを見てきました。で、何のお祝いなのか全然わかんないんだけど、とりあえずなんかその、あれに参加したって感じ。なんか、街でこう、センターの方なんだけど、メインストリートのところをダンスしたり、そんな感じでやってて、で、普通にそれを見に行って、で、友達と一緒に、そう見て、一緒にバル行って、で、ちょっと、軽く、何軽くご飯食べて、まあ、お茶を軽く飲んでみたいな感じで終わったって感じで、今日でもうリフレッシュしました。で、正直ハムストリングとかに関してはめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいのか分かんないけど、もう全く痛くないから、で今日のこれからの練習でチェックして、まあ、良ければゴーだってゴーだろうしとは思うから、まあ、じゃあ楽しみだしって感じです。で、今ここまでそう、なんか喋りにくいなと思ったら、ベロのこっちに横に口内にできてて、完全に栄養だね。まあ一人、まあお母さんのご飯、ずっと実家、日本にいた時は実家でお母さんのご飯食べてましたけど、でフラちゃんの時はレストランがあったので、そこで毎食食べてましたけど、今はもう自炊なので少なからず影響は出てるかなとは思います。なんでちゃんとご飯食べて、野菜取ってるつもりなんだけどね、足りないのかね、わかんないけど、まあ影響ちょっとなんか体に変化ができてるので、はい、ちゃんとしたいと思います。まあ今日は昨日のオフもそんな感じで過ごして、一日ね、あまり有意義にやることができたので良かったです。でまた今日から今週末の試合に向けて、集中してやっていきたいと思います。あとまたなんか分析をちょっとやることになったので、ね、うちのチームじゃないんだけどやることになったので、まあ、これもちょっとまたお話しできたらなと思います。そんな感じで今日はもう終わりたいと思います。また、明日今日動画撮るのでよろしくお願いします。それではまた。